僕は明治大学です。僕は明治大学ですよ。さあ、そんなことはさておき、見ていきましょう。次の試合、ESP と大阪ライチ、光の選手、誠、大セルザミュー、ユートタ、大水光、最初に出てくるのは、水木のカルル対、帰ってきました、光の選手、誠。公開コメントが、俺は正気に戻った。悪い夢を見ていたそうです。完全に闇の力からこういう光側に戻るっていう流れが FF4 なんですよ。カインだかセシルだかもう分かんねえよっていうレベルで悪に寝返ったと思いきや光の選手戻ってきました。でもカインさんはいるんでセシルにしときましょう。カインはいるんでセシルにしましょう。セシル、さあパラディンゴローが攻めるぞ。でもぶっちゃけこの組み合わせめんどくさいぞ。マスコトが確かにね、ガクリアイはこの男の土俵だぞ。さあ正気に戻っている、やはり強い。相手がよく見えている。さあここはラプソディーはそうだね。マジこの組み合わせそもそも規則根拠できない時点で相当誠が面倒くさいんですよ。そうです、中央の基礎根拠入らないんですよ。マジのノーキャラとカルル戦は基礎根が入らないっていう、すげえ面倒なところからスタートするんで、誠としては結構勘弁してほしい。組み合わせが上やりたかっただけみたいなパリングだったけど、ドヤンパリング。ボディーで姉ちゃんを殴ろう。ボディーを飛ばしていく。そしてやはりこの男は発売系のタイプの使い方がめちゃくちゃうまいぞ。腹パンからこれ攻めて、さあ中盤これ確認してる。アンマーから攻めを継続していく。ブラックがあるとは思えないこの動き。あ、ブラックあった。さあブラック、誠はね結構長い間離れてると、このパワースマッシュ3ができる。わボディをふんだんに使っていく立ち回り。あ、シューティングスターから、そういうコンボ込めてから青く攻め、これが強力だぞ。さあ大変だろ、スライドコロだったが、これはこのナンパの弱さが露呈してしまった。いけない、通って、これはまさかやったか、やったくていいでしょ。危ない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 。さあ続いて出てくるのは芹沢美優。いや、この組み合わせを誠側は難儀するんですよね多分。まず、まあ、基礎根は一応入るんですけど、 5B6C ルナスターのつなぎがレベル3でいくのがめちゃくちゃ難しくて、もう妥協してレベル2にするのが一番安定っていう組み合わせなんで、どうしてもコンボダメージが若干落ちちゃうんですよ。さあしかしこの男はお構いなし、うまい。これ難しいんですけどね、やっぱりゴロさんうまい。さあ中段からルーナに持っていく、ハルパンジャーニーゴディコメント決め。さあいいコーナー、わあここでいく。だからインフィネットラッシュでのバックスがいいからどうなってるか。今刺されたね、オーケー、やっぱり前パンが上手いぞこの男は。さあ最後にディディー、こうなった。決断決断。さあやはり強い。さてさて、この動画全国にもう何人いるかも分かんねえ、誠使いのバイブルとなるのか。多分指折り数えるぐらいしかいないんじゃないですかね。まあけどね、結構ヒル界とかでも誠が活躍する場面が多かったんで、まあそういういろんな動画見て誠使いの人はこれ見て頑張ろうって気持ちになってくると嬉しいかなって思います。誠でも十分やれるんだと思って見せてくれる人がこう何人いるんで。さあコメント、あー低いぞ。なんか
伸び伸びやってんな。やっぱ殴り合いの方が上手やってんのかな。わー、フックが飛んできて、ノービーだが上がって、ホルダーからのトニーからのマンタコからのオーディーバーガーで、なんだこれ。いや、闇落ちしてた期間。さあ、大将引っ張り出されちまったユウと田岡か対誠、この組み合わせもね、いいか略みたいな感じなんですけど、ぶっちゃけレベル1いや、多分結構めんどくさいんですよね。五郎さんぐらい前パンのセンスがあればちょっと回ってくるかもしれないですけど、キャンデル俺は全部足をバーって言いながらやってましたよ。キャンデルレベルにしっかり。お前らでか、これやっぱちょっと難しくなってるんだよな。さあ、CC からコロナ飛んで、かわして、コロナ、ハラパンから、ハラパンじゃねえか、フックから。さあ、これは体力差は歴然だが、バースは耐えるまだ5分。えぇ、めぇ、なんだこれ。さあ、これはバリンクだ。絶対さえ負ける。ここからダウンのターンが始まってしまえば、このナンバーでは切り替えてない置き込みが展開されてしまう可能性があるぞ。どっちだ、バリンク。パリング使える人ほんと強いと思うんだよな。俺、マコトキャラの時に完全にあの、出ちゃった死に技だろ。使えてるこの技。さあ、コロナ切り返していく、エンジェン。今、コロナ打てなかった。コロナ負けたよね。センター、初狩り連携。マジ、この後連携強いのよ、マジ。さあ、なんだ、なんだこれ。新しいルートで、できる。できるぞ、最大調べてんな。いや、ユウトもね、結構アークレモの予選いいとこまで行ってるっぽいっすよね、こいつら。なんか割と並みいる強豪をこいつらのチームぶちのめしたりしてるんで、俺もっと自信持ってほしい。いい人ですよ、倒してたら。同キャラを制してるやるより。いや、この2人ね、ほんともっと自信持ってやれば絶対いいところいけると俺期待してるんで、すごい頑張ってほしい。しかし、この光の精子という壁、果たして超えられるのか。さあ、的を絞らせないためから、突然の中段からボーリングはパリング。うわ、このアンコガードしてる。しかし、ここは動きたいところに置いてある DB、しっかりしてる。ユウトが攻める。さあ、これは飛び火はできない。バーストを使わせることに成功して、これはユウト優勢か。さあ、シシが長い、落として、さあ、ここの殴り合いはこっち、これユウトが制したものの、そこからが繋がらない。シシから拾えない、微妙な展開がついていけるが、バイパンが上へ。さっきからジャンディ、ゴーディ、シシジャンディできる。あのさ、こんなことあんまり言いたくないんだけどさ、もしかしてここのより強いじゃん、誠の方が伸び伸びやれてる。確かにタオが強い。ゴルさん、殴り合いがうまいですからね、こういうキャラ使うの本当にうまい。ちょっと走って中断って、ちょっとクレバーだな、性格悪い。落として、さあ、中断が見えない。バリングが微妙に、ここはまだまだ調整できた。ボーリング指導のこの指導はいかがなものか。これ強いんだよね、このなんかメルブラみたいなおすすめ。マジ見えない。
俺一番苦手まであるよ。どうぞ引っかかって。さあこの体力値でバンドアイコン連動してるぞ。まずいぞ。さあここはコロナを匂わせての逃げね。うわー、殴り合い。うわー、どうなるかわからん。ボケだ。ここでとっておきのものが刺さって、コロナバーン。私強すぎる。いやいや、やっぱパラディン強えな。